はい、どうも皆さん、ケジオです。ということで今回は、本編の続きをやっていこうと思います。まずはお知らせですね。はい、3.5 周年の、キャンペーンとか、あとは連合討伐戦始まってたりとか、本編が、75、76追加されたり、遠征イベント来たりとか、いろいろあるので見ていきましょう。今回来てるのが結構多いな。あ、焦ったら前回4話まで見ときゃよかったな感はあるな。うん。今回だからちょっと長めになるな。3.5 周年前夜祭キャンペーンの開催。7回連合討伐戦の開始。遠征イベント、遠征ミットの開催と、そのイベントガチャの開始。新規部署の追加。イベント復刻限定ガチャの開始。討伐戦チケットガチャ、限定新規部署の追加。あー、討伐戦のチケットガチャに新しい部署増えたんね。スズメちゃんが増えたんや。おお、ちょっと後で見に行くか、これは。うん。ということで、はい。まず、イベント復刻限定ガチャから見ていきましょう。9月6日のメンテナンス後から9月13日の13時59分までとなっております。優勝限定1人3回星5確定ガチャということで、バレンタイン、チョコの中身にご用心の武将がピックアップされてます。これは誰や？泉ちゃんとザクロちゃんが星5のやつ。あれか。宇佐さんが変な薬混ぜたやつな。うん、あったな、そんなイベント。で、こっちは花火の方。ひなちゃんとくーちゃん。去年の夏か、これ。一昨年か去年のやつか。うん。が、ピックアップで来ていますよと。で、勢力選択ピックアップガチャも来てます。今回は、バレンタインチョコの中身にご用心のイベント部署も含まれますと。通常ガチャは初回10連無料。優勝限定ガチャは、初回優勝石が半額で、星5ピックアップ部署が出れば、スキルレベル3で配置されますと。このガチャにはチケットのやつはないですね。はい。っていう感じになってます。まあ、連合討伐戦に向けてって感じかな。はい。まあ、もう多分、後半戦やと思うんで、連合討伐戦も。うん。まあまあ、戦力拡大ということで、やってみましょう。次は、イベント限定ピックアップガチャか。うん。これが今の遠征イベントのやつかな。優勝限定ガチャは9月6日メンテナンス後から13日の13時59分まで。限定チケットの方は、9月15日の23時59分まで。まあ、いつも通りちょっと長いという感じです。通常ガチャは初回10連無料。優勝限定ガチャは初回優勝石半額で星5ピックアップ部署が出ればスキルレベル3で配出されます。で、こっちはチケットガチャがありますね。はい。こっちはまあ優勝限定ガチャと仕様が一緒で、星5ピックアップ部署が出ればスキルレベル3で配出されますと。ピックアップ対象は、ワンコちゃんが支援タイプで来ましたということで、もみじがき？もみじ鍵か。ああ。はいはいはい。呼んでいきましょう。新部署、もみじ鍵ワンコは、攻防両方で味方を支える万能支援部署です。特筆すべきは、吸収付与と攻撃性能上昇の組み合わせ。攻撃性能が上昇することで、HP の吸収回復量にも期待できます。攻撃妨害耐性とバリア付与の組み合わせで、敵の妨害を寄せ付けず、ダメージも大幅にカットしてくれますと。かわいい。あー、このシールいいな。このシールグッズで売ってくれへんかな。あー、いいですね。うん。ちょっと、肌が見えすぎっていうのが気になるけど、ああ、この衣装かわいいね。いいですね。はい。攻撃上昇付与、クリティカルダメージ上昇付与、吸収付与、吸収、攻撃妨害耐性、バリア付与。まあ、攻撃と防御、バランスよく、うん。まあ、味方上げれたり。で、攻撃と防御ってか、あれか、攻撃面と防御面か。攻撃も上げれるし、クリティカルダメージも上げるし、で、防御面は、攻撃妨害耐性バリア付与で吸収付与で HP も回復できるということで、で範囲も十字でね、まあまあ広いのでいいですね。いやー、イラストがいいのでめちゃめちゃ欲しいですね。無料で引かなあかん。次は遠征イベントですね。はい。こちらは9月13日の13時59分まで。まあ遊び方とかは大丈夫かな、いつも通りなんで。はい。で、今回のボーナス対象はさっき説明したワンコちゃんとボーナスセールが小田家という感じになってますね。はい。
あとは龍子の徒屏風編、新しいのが来ました。はい、新章改編会、新章解放記念ログインボーナス、はい、やってますね。あ、開催期間6日から6日ってどういうことやこれあーミスった、これミスってんのかな。日にちこれ1日ないよな、3日間もないしなうん、まあだから多分これ表記ミスやと思います。はい、まあいつも通り3日間ログインすると各日500、合計1500もらえるって感じかな、スタミナが。はい、で連合討伐戦開始してます。13日の13時59分までとなっております。まあもちろん連合の加入が必要ですね。で今回は、長尾鈴木家と織田家の2勢力が、優勢となりますね。織田家は前回に続いてかな。まあ前回ひなちゃんか、ひなちゃんが出て2人、まあ勢力武将がいるということでね、あの指揮武将か、それも駆使しつつで、今回新たにね、カラスちゃんが追加された長尾家が、2人いるということで、その2つの勢力を使って、まあ、頑張りましょうって感じかな。うちは長尾鈴木織田家の勢力はね、あんま強くないちょっとあれなんやけど、まあでも参加すると、まあ参加するだけでだいぶ勢力、この、ね、なんていうの、指揮武将がいなくても勢力武将を出すだけでだいぶ、はい、変わりますので、うん、まあまあ積極的に出していきましょう。最後かな、3.5 周年前夜祭キャンペーンやってます。10連ガチャ、無料が来てますね。最大で180連、無料ですということで、1.5 周年イベントまでに登場した、限定武将がラインナップということで、コラボ武将と 1.5 周年以降は、に登場した武将は含みませんということになってますので、ご注意。で、鬼神神社スタミナ消費半額となっております。これはあれやね、鬼神神社なのでお守りのやつか。うん。が今半額となってます。はい。北条の位置は対象外。うん。各社第4神殿は対象外。あのイベントのやつ か、第4って。最近仕様変わってるんだよね、また。で、報知集会は、キャンペーン開催中に設定した場合は、終了後であっても効果の対象となります。はい。で、お得なパックも、いや、売ってますね。はい。てな感じです。まあ、ざっと説明したかな。まあ、すずめちゃんに関しては、覚えてたらガチャ画面見ようかな。多分見れると思うんで、後で。うん。ということで、本編ですね。やっていきましょう。73やったよな。うん。前回。前々回、そもそも前々回に、あ、違うわ。よしみさんがね、賊に、海賊に襲われたっていう話を聞いて、まあ、いても立っても入れなくなったんで、前回、辰巳ちゃんは助けに行くと、息巻いてたんやけど、まあ、よしみさん、助けに行くのに、キエさんは反対と、まあね、どっちの言い分もね、すごくわかるので、うん、どっちがどうっていうのは言えやんかったんやけど、まあ、翌日ね、もう本当に朝まで話し合ったね、結果、まあ、よしみさんも、あ、よしみさんじゃない、キエさんもね、まあまあいいですよと。ということで、助けに行くことが決定したので、4話でも行くのかな。前回は、確か、おいちちゃんと、うん、まあ多分夜を過ごしたっていう感じのところで終わったのでね。まあで、4話で多分出発、まあ準備って感じだと思うので、見ていきましょう。のどか。小谷へ戻って2日の後、北陸の鬼退治に加勢することになった俺たちは、誠率いる浅井勢の一角として越前に向かう街道を進んでいた。浅井の当主がなぜに価値にて、あ、馬乗ってないの。価値ってそういうことやんな。まあいいや、ちょっと馬に乗る気分がなくてこれ、そうや、前回の最後に次の日はまこっちゃんの相手仕上げてねって言ってたよな、確か、おいちゃん。さてはそういうことやな。乗れやんな、馬に。うん、前日に、誰とは言わんけど、馬乗りになったやろな、多分。
そんな誠は騎馬の一団にいるにもかかわらず自分の馬を妙な歩き方で引いていたりするんだけど、ケンスケ君だいぶ気合い入れたな、ケンスケ君の馬並みで。お嬢様気づいてる、誠様にもそういうご気分の時がありますから。そうよ、やっぱたまには自分の足でっていう時があるのよ多分。わからん。辰巳ちゃんも多分本編ではあの EX の方ではそういうことあったと思うけど、うん、まあまあまあいいでしょう。知らぬが花でございますね。そうです、まこちゃん昨日は楽しかったみたいだからいいんだよ。その前日においっちゃんがね多分お楽しみやったと思うんで、はい。あ、気づいた。あ、気づいた。ようやくその意味を察した辰巳ちゃんは顔を真っ赤にして激甚していたりする。本当にこの子ってもうピュアピュアやからな。して、うん。グセイラも越前の事情は確認しておいた方がよろしいですね。そうやな。そうだね。越前のことってみんなどのくらい知ってる？ああ、いやこれはあれか。なんてやろう、 EX のことも入ってるんかな。あの越前のさ、何やったっけ、誰やったっけ、あのさ泉ちゃんの前使えてた人、あの人今姿確かあるよな。ていうかこのゲームにもキャラでいるけど、あの人のこととか出てくんのかな、名前忘れたな。なんか漢字一文字だったはずやけど。お恥ずかしながら似たもので聞いたくらいですね。似たものにもあるんね、越前。てかそもそも越前平定編があるか、うん、あの泉ちゃんのやつな。猪苗代や黒川のように全土が鬼の国と化していたと。あ、これ猪苗代な、絶対読めんやつな。あとは、あ、金ヶ崎であるな。その話はちょっと俺に聞く。あ、てか越前って そこか。本当に俺がやった X とかも、あー金ヶ崎、あー。そうだね、そうな。当時の越前より北は越中にいた本願寺勢力が抵抗を続けているくらいで、残った加賀や野とも鬼の国と化していてね。うん、僕たちも金ヶ崎の一件で手痛い反撃を食らって以降、近江への侵攻を食い止めるので精一杯だった。なるほど。結局戦力が整うのは本能寺の戦いを終えた後まで待つことになるんだけど、うんうんうん、まあ、だから結局そのこの応援紳士とか、まあ、EX にまあ繋がってくるわけよな、うん、多分この応援紳士の話を詳しくやったのが EX であるはずなんよな。ないんかな、多分あると思うんやけど。いずれにしても僕たちはそこでようやく、あ、そう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 、犯した泉姉様を調べ、この人この人、越前の大鬼である朝倉義景、窓か姉様を解放することができたんだ。義景ね、窓かっていう意味や。そう、これこれこれ、あの髪の毛があの黒と白の半分の人な、うん。だから泉ちゃんを調伏したんは応援紳士でもあったけど、窓かさんか、まあ義景を解放することができたのは多分 EX の話やから、うん、俺は知らんのよなこれ。欧州の少し前と考えると、うん、本当にごく最近でございますね。あれは EX でいうと2になるんかな、多分1が欧州やんな、うん、で2があのカズハちゃんとかのやつかな、で3があの何やったっけ、あのしのちゃんのやつやな多分、うん。なんていうか、うん、やと思うから。で最近ブレイブも出たしね、うん、で続いてってるはずやで。で奥州仕置きの帰り道にお兄ちゃんが加賀の大鬼富樫春貞を解放して、ああ、いよいよ加賀と野とも取り返せるかもって状況なわけ。そういうつながりやんな、あのこの富樫春貞はあれよな、あの三和歌のやつやんな、うん、花坂立山、
で確かあれケンスケ君たちが欧州周期の帰りに若菜ちゃんたちと会わんかったら若菜ちゃんたち結構やばかったよな、金なかったでたまたま通りかかって会ったから助かったけどみたいな。でその帰りにさやな、富樫春沙だね。まあこの話も何回も言ってるけど悲しい話ではあったんやけど、まあ解放した。でかかとのとも取り返せるかもって感じか。なるほど、そう来てるんか。加賀の大鬼を倒しても加賀は取り戻せなかったのですか。加賀の鬼も多かったし、富樫との戦いで越中の本願寺勢や連合の損害も大きくてね。まあそうよな、大鬼を倒したとしても統率がないとはいえ、まあ大量の鬼はいるってことやもんな今は加賀からの侵攻を防ぎつつ、その戦力を整えている状態だったんだよ。なるほどね。加賀の大鬼とはそれほどに、いやーすごかったよ、強かったよ。この間のキーの大鬼は奇襲奇策を仕掛けてきたけど、春貞はとにかく力をしてね。いやそうやったよな、体もでかいしな。この前の大鬼ってあれか、つづら鬼か。まあそういうタイプじゃないけど、もう本当にすごかったもんなパワーって感じだったもんな。正直あの時の戦力で勝ってたのが嘘みたいな状況だったと思う。まあでも結局春貞も最後力勝負で勝ったわけじゃないからな、真相知ってって感じやもんな。これは若菜ちゃんのおかげで。そう考えると愚性が人としてここにいられるのは本当に得難いことなのでございますね。まあって言ってるからアゲハちゃんは多分鬼になりかけたんやろうななんていうか、EX でアゲハの時も正直大変だったけどなんとかなってよかったよ。これ多分ネタバレやねその前にやれよっちゅう話ねんやけど。そうだ、イチたちもその時の話って詳しく聞いてないんだよね。まあ EX のワンやれっていう話よ、おいちゃん話すようなことでもないと存じますが。ああ、ですが辰巳様のご活躍、愚性を真っ二つに仕掛けた食大切り光忠のお話などはなかなか面白いかと結構ギリギリやったんや真っ二つって大丈夫だったの。切った当人の前で自分が切られた話を危機として語るのもどうかと思うけどな。あ、切られた。ああ。まあそれのおかげで多分鬼化があれやなくなったみたいな、なんとかなったみたいなのあるんかな。ここに愚性がいることが、まあそうや、うちの勝者。何よりあの人たちはまさに会心の一撃と呼ぶにふさわしいものでございまして。自分が切られたのにめっちゃ嬉しそうに話すなまあ本人が楽しそうだからいいのかほんまやな、ほんま見たことない。まあ何回か見るけど、くったくのない笑顔してはるから。まあそれのおかげで助かったんか。そういう意味は。とはいえこれもお嬢様の気分で変わることが多いので、深淵の供物ほどは定まっていないというか。話の流れを読みながらってことですよね。何、チーコちゃんはあれか、キエさんに中二病後講座でもしてもらっとんのか。これ辰巳ちゃんの二人で何の話。越前へ向かう山越えの細い道が続く中、馬上で話し込んでたのはキエさんとチーコだった。あ、ケンスケ様、キエさんに辰巳様の言葉について教わってて。ケンスケ君も教わっとけよ、旦那なんやで。辰巳ちゃんの言葉か、まあ、分かるやつは分かるんやけど、なんか本当にたまに、まあ大体か、たまにじゃねえな、たまに分かるぐらいやもんな。大体本当分からんからな。これちょっと聞いといた方がいいよな。ケンスケ様は分かるんですか。俺もぼんやりとは分かるんだけど、キエさんみたいにその場でパッと手分けにはいかないかな。いやーまあ本当にキエさんは一瞬で分かるからな、さすが。今よりちゃんと理解できれば辰巳ちゃんともっと仲良くなれるんだろうけど、気づけば言い回しが増えてたりするんだよなそうなんや、中に5、6増えるんやあれ。
お嬢様も気分で使い分けているところがありますからね。あ、それに恥ずかしくなると物言いを変えてしまうところもあるので。あ、そういうのもあるんか。そんなことしてたの？なんかちょっと暗号みたいになってるんや。そりゃ知らない単語が増えるはずだ。言葉は生き物って言うけど、生物としての進化が爆速すぎる。人類の進化なんかより早いもんな。その場で進化するかもしれやんでな。それでもケンスケ殿は理解が深い方だと思いますよ。そうなんや。伊達家中では物言いを覚える気もない輩の方が多くて。これ多分キエさんが分かってくれるからじゃないかな。もう俺たちはいいやみたいな。俺たち私たちはもうキエさんに任せようみたいな。人ばっかなんちゃうかな。大変だな。それでお嬢様の様子はいかがですか？今はおいちゃんたちと一緒にいるけど、相変わらずかな。よしみ様、心配ですね。そうやな、早く行かなな。特に辰巳ちゃんにとっては数少ない肉親だしな。そやな、もうその先代のお母ちゃんがおれへんし、おばさんやから、まあ血つながってるでね、まあ、お母さんの、まあ、姉妹やと思うんやけど、おばさんやったら、そやな、数少ないてか一人なんじゃないの、マジで。他にいるんかな、なんかいとことかがまあいるか。まあ、そやな、数少ない肉親ではあるはずやで。多分人取り橋のことも思い出しているのだと思います。人取り橋は何だい？土地の木峠も何もなくてよかったよ。そうですね、あの大変だった戦がまるで嘘のようで。誠が声をかけてきたのは越前へ抜ける峠道に入ってから何度目かの休憩でのこと。そういえば辰巳ちゃんを任せっきりで悪いね。ああ、いえ、いつも彼女と話すのが楽しいようで。ああ、むしろこちらこそ独り占めしてしまって申し訳ありません。おいちゃんは本当になんか誰とでも仲良くできるから、ワンチャン相性良さそうまである。うん、楽しいならいいけど、辰巳ちゃんの言葉ってわかるの？おいちゃん、なんかフィーリングじゃない？そこは僕は半分もわかりませんけど。ああ、そのわからないことも含めて楽しんでいるようですよ。なるほど。おいちゃんって結構その肉体言語のイメージあるんやけどさ、拳で語り合ってみたいな。まあまあ確かになんかノリとかその場の雰囲気でなんとなくわかるみたいなありそうやもんな。さすがおいちゃんだな。そして話題はおいちゃんからいつしか辰巳ちゃんの件へと移っていく。特に少し前にキエさんも口にしていた。そうですか。これ人取り橋の EX かな。聞いたことないもんな、人取り橋って。さすがに誠は知ってるか。これもしかしてお母さんの件やったりする？辰巳ちゃんの先代の、なんかそんなことやったりするかな。やっぱ肉親の話思い出してるから、人取り橋ってお母さんのことなんかな。伊達テルムネ校といえば、また認めていた東北の優勝でしたから。お母さんの最後の戦いってことか、これもしかして。テルムネ校って。で、まどか姉様も認めてた。ああ、朝倉の人な。そんな優勝が身内の裏切りを受けて、志半ばに倒れたのが、人取り橋の合戦を中心にした一連の騒動だ。ああ、裏切りなんや。前回も言ってたっけ、これ前回つか、前も言ってたっけ、お母さん裏切りでやられたって。結果伊達家はテルムネ校と同時に東北での勢力を大きく弱めることになり、辰巳ちゃんはその失われた力とハンズを取り戻すため今なお奔走を続けている。本当ならこんなところで足踏みをしている場合じゃないんだろうけど、うん、親族を失う辛さは僕もわかるつもりですから。まあまあまあ、そう、誰しもそうよな。今家督を継いでるってことはまあ大体そういうことかもしれやんでな。
まあその隠居してる例もあるからな、北条みたいに、まあ、なんとも言えんけど。そして取り戻せるなら取り戻したいという気持ちも、うん、これはあれかな、まどかさんのこと言ってるんかな。なんか実の姉のように親しかったみたいな、なんか言ってた気するから。吉影殿のことはやっぱり今でもよく夢に見ます。まあまあまあ、どうにか助ける方法はなかったのかと。そっか、いやでもそれで言うやったらやっぱプレイヤーはね、その瞳子さんのことがな多分あると思うから、まあその家族とかそういうんじゃないけど、そのやっぱプレイヤー目線でやってきて、やっぱ救えなかった命、ほぼ唯一って言っていいんかな、ちょっと EX は分からんけど、まあその無印版とか X やとほぼ唯一かな、うん、の仲間ではあるから、まあその辺はちょっと思い出すような。よしみ殿、ご無事だといいですね。いやーやっぱ俺結構よしみさん好きやでな。お家流がかっこいいからやっぱ。峠を抜けたところでも何事もなくてよかったです。俺の中で一番お家流かっこいいと思ってるからな、あの人。いいよなやっぱ。山越えの細道よりも警戒が必要なのは峠道を抜けた先。あ、何これ、壁路、なんか狭い道とかかな、からいきなり広くなるその一帯は待ち伏せを受ける可能性が飛び抜けて高くなるからだ。けど幸いにもそこでの待ち伏せもなく、俺たちは無事に、武将盆地の南側へと出ることができた。竹井か、分からん。ぼちぼち警戒は解いても良さそうだな。辰巳ちゃんとキエさんもお疲れ様。造作のない兵の指揮も浅井の皆様にお任せしてばかりですし、この程度の仕事で申し訳ないくらいで。まあそっか、今回は大体の兵が、まあ浅井か、最低限できてるもんなこっちは。実際俺たちの隊は健介隊に伊達屋佐竹の護衛を加えても100に満たないくらいだ。まあ少なめで来てるもんな、やっぱ普段辰巳ちゃんたちが率いてる軍勢の規模を考えれば、仕事をしたうちにも入らないんだろう。してこの後は一条谷に。今の拠点は一条谷から北の省に移してるそうだよ。一条谷は越前の平野の橋、狭い渓谷に南北を守られた強壁な地形に広がる城塞都市だ。攻めるにむずく、むずく守るに安いかな。難攻不落の地形ではあるけど、今のように越前全体を守る拠点とするには使いづらい点が少なくない。辰巳様は一条谷にもご興味が。名高き北の京は西の京にも肩を並べると聞く。北の京は一条谷の別名だ。京が戦乱で火の海になった時代、一条谷には京を追われた文化人や職人たちが多く移ったという。あれ、西の京ってどこだっけ。西の山口ですね。当時周防を治めていた大内氏も京を離れた方々を手厚く保護したと聞きます。山口って山口県のこと、あの広島の横やんな。あー、そうなんや。そっか、ただ興味を持ってくれるのは嬉しいんだけど。我とて彼の地の辿った童貞は知った上でのこと。ああ、まあ天末は知ってるか。お嬢様が無理を言って申し訳ありません、一度の。そんなわけで本体を離れた俺たちはおいちゃんの別動隊と共に一条谷を目指して馬を走らせていた。気にしないで、峠は警戒しながらの行軍だったし、
疲れたでしょ。この先は戦いが続くだろうし、その前の気分転換にもなるだろうから。でもおいちゃんが表情を曇らせる気持ちはわからないでもない。一条谷が北の京と称えられたのは、朝倉家が栄華を築いたずっと前の話だ。鬼の国と化し、後に激しい戦いにもさらされたその谷は。そのあたりはお嬢様もちゃんと理解しています。そっか、今はそっか、鬼の国になってってことやもんな。うん、ならいいんだけど。その時だった。あ、カブラヤ。何の音でございましょう。カブラヤやったっけ。なんか知らせをやるや。敵襲の合図だよ。ああ、この辺りにはもう鬼はいないはずなのに。敵襲の合図なんや。まさかまた山を越えて。とにかく急ぎましょう。うん。ああ、七は、はい、これで最後かな、とりあえず。ああ、あれ、てやまあ、いいわ。お前かい。敵襲扱いなんかい。襲撃の合図が聞こえた最前線。そこで謎の相手と打ち合っているのは食材切り、三ツ忠を携えた辰巳ちゃんだった。あ、構えたか。うん、構えた辰巳ちゃんね。我が身ある限り、あ、伊達にあだらす者が傷つけることまかり通らんと知れ。これお家流使うか。亀甲縁武人。あ、こんな回すんや。まあ結界を張ると。大丈夫ですかお嬢様。キエ。二人の戦いに割り込んだキエさんに仮面をつけた小柄な影はその場から大きく距離を取って。ああ、猿隠し。あの仮面ってまさか前に小谷城に出てきた。ケンスケ君は気づかんかい、これそろそろ。ニコちゃんのことはこの段階ではもちろん知ってるはずよな。知らんのかな、そのなんてやろ、時系列がどこかわからんからさ。これニコちゃんってそもそもどこで初登場や。 EX の1か2やとは思うんやけど、俺まんまわからんのよな。知らんってことはないと思うんやけどな。槍使いの猿隠しでございますか。うん、てか少なくともおいちゃんは絶対知ってるよな。一応小田と関わりはある人間なはずやから。前田やで知らんのかな。こんな時に馬の足音。どうなんやろ。お兄ちゃん。ああ、おいちゃんは馬が何者かを警戒して。俺は辰巳様への援護は愚政が引き受けましょう。健介様はお市様と牙の確認を。けど仮面も馬の足音に気づいたんだろう。待て。あ、逃げた。辰巳ちゃんの追撃を身軽に避けるとそのまま木々の中へと姿を消してしまう。この子は一体何がしたいんや。さっきからここで逃げるか、卑怯者。さっきからっていうか、まあ、小谷の時からやけど、辰巳ちゃんにしか切りかかってないよな。なんか試したりしてんのかな、なんか。ようわからんのよな、そこが。なるほど。あ、仮面の襲撃者ですか。おばさん。あ、多分分かってんなこれ。もうちょっと早く来ればよかったよ。ワンコちゃんは多分分かってんやろな、もうこれ。仮面の猿隠しがその場を立ち去った後、入れ替わりに姿を見せた騎馬の石さんを率いていたのは、俺もよく見知った顔だった。ともあれ、二人が来てくれて助かったよ。俺たちが一条谷にいるのは誠から。はい、三月様がお迎えに行くように。あ、でもどうなんやろ。いや、でもワンコちゃんがため息をつくってなかなかないぞ。多分知ってそうやけどなこれ。うん、あ、てか三月さん、うん、改めてお久しぶりです。三月さんは大丈夫なんやな。なんか
あの最弱の7人衆とやり合って、まあ、勝ったギリギリ勝ったみたいな感じだったよな確か美月さんが、まあ、でも美月さんも結構ダメージ負っててみたいな感じで、まあ迎えに行くようにってことはまあ無事ではあるんかな。ですがその様子だと、あ、お二人は先ほどの仮面が誰かご存知で？もちろん。それは知ってます。あ、ってことはまあ知ってるんやな、ニコちゃんのことは。健介くん、なんとなく分かれへんこれで。まあ詳しい話は北の章に行ってからにしようよ。うん、一条谷は状況がわからない以上、今は本体に合流する方が先かな。一条谷にはまた来られるように手配するから。まあしゃあない。お嬢様、出陣の前に約束しましたそうやな、言うことは聞こな。役場は役場である。ああそう、たがえるような真似はせぬ。偉いな。そしてワンコと泉に案内されて、俺たちは改めて北の庄へと向かい、うん、あ、久しいな健介。いやでもなんか心なしかちょっと元気なさそう、やっぱり。うん、まあそれはそうなんやけどさ、美月さん、もう一人の懐かしい顔と再会するのだった。うん、まあまあまあ、でもよかったわ、元気そうっていうか、まあ無事でよかったわ美月さん。うん、これニコちゃんは次でわかるんやろか。いやマジの目的がわからんから、ちょっと早くワンコちゃん泉ちゃんあたりからね説明を早急にしてほしいとこですね。まずちょっと、そう覚えてました。一応まあ見るか。うん、俺なぁ、トウコさん以外持ってへんのよな、この限定っていうか、このチケットから武将出る武将って全然出やんくてさ。まあちょっと見るか。防御タイプ、攻撃した相手のクリティカル性能を大きく下げるっていうのがまあ主なあれと。まあ見てみましょう。挑発14ターン、回復即時、自身の HP を、最大 HP かけ 65% 回復、弱体化カウンター12ターン、クリティカル確率減少10ターン、相手のクリティカル確率がマイナス 80%、クリティカルダメージ減少10ターン、クリティカルダメージマイナス 100% なくなるってことこれ、ステータス減少耐性解除、相手のステータス減少耐性解除、クリティカル確率減少めっちゃ下げるやん。もうクリティカルをほぼなしにするんやこれ。追加ダメージ減少、うんうんうん、非追加ダメージがマイナス 50%、減少できない追加ダメージもあると。でバリア14ターン、非ダメージマイナス 30%。 あー、相手のクリティカルの攻撃を大きく下げて、うんうんうん、で自分は守るか、うん、鬼殺しということで、あー結構味方守れそうな防御タイプではあるな。カラスちゃんが味方の生存能力を結構上げるから HP の最大値上げたり、やっぱスズメちゃんとカラスちゃんで結構相性良さそうやねこれ。うん、なるほどなるほど。いやーないんよな今10枚溜まったら引くようにはしてんやけど、まあ、ないので今回はとりあえずワンコちゃんの説明だけ見て引いて終わりって感じかな。いやこのシールが本当に可愛い。うん、やっぱ上の服だけおかしいよなこれこれがもうちょっと普通にさ、へそ隠れるぐらいまで長かったら全然普通なんやけどさ、これはおかしいのよ。誰や服作ったやつ。うん普通におかしいのよ。でまあこういう感じと。いや全体的なねデザインはいいんです。はい、ちょっと秋っぽいしね。見ていきましょう。攻撃上昇付与14ターン、支援力 ×40% 攻撃が上がる。クリティカルダメージ上昇付与14ターン、支援力 ×50% のクリティカルダメージ上昇。吸収付与12ターンで、基本攻撃で与えたダメージかける
100? だいぶやな。与えたダメージかける 100%。 すごいな。攻撃妨害耐性付与、味方につけます、でバリアも16ターンつけますと。支援力かける 30% のダメージ軽減。こっちは14ターンか。結構優秀やね。攻撃も上げて、これクリカル確率は上がらんのか。ダメージだけ上げて、で吸収の回復量も大きいという感じですね。で効果は12ターンね。結構長めという感じになってます。やっぱね、ワンコちゃんは有無を言わさず欲しいので、ここで引けたらいいですね。さあ、いやもう今ロードが早すぎる。いくらなんでも。これで出たらマジでとんでもない。あーまあしゃあない。これはちょっと遠征イベントで意思を貯めるしかねえ。って感じやね。まあといったところで、今回はここまでかなと。次回はまだやったっけ。あーまあでももうストリームだよなこれ。ちょっと今回ね空いちゃったのでいろいろあって、本当はね、74までやりたかったんやけど、ちょっとできなかったので、はい、まあ多分うさぎの賭場へようこそかな。やっていくと思います。はい、てな感じで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。